久保さん、お正月セール、売れてます。ありがとうございます。まあ、今日のね、18時からあの案内してるんですけど、早速、売れております。ありがとうございます。まあ、あの、結局、売れるんですよね。やってると。<laughs> 結局、売れます。<laughs> やってると。でもね、新商品じゃないんですよ。どういうことかっていうと、その、 まあ,いあの、何回かだ、まあ、でも今回の第2弾に関しては、あんまり出してないやつなんですけども、まあ、過去に1回かな、過去に1回かな、出したことあるんですけど、2、3年前に1回出したんですけど、そこから出してないんですよ。で、まあ、基本的に、その、今出してるのが、僕が120万で運営してるドリアカの講義の一部なんですけども、まあ、120万払えない人はどうすかみたいな話で。 でなんであの同じ商品をキャンペーンしても売れるのかっていうとまあ僕もいつも毎月売ってるんであのその販売スパンですよねまあ商品数僕めちゃめちゃあるんで、まあ、まあ今回出したやつに関しては、まあ、2年前出してるのであの新規で来た人は知らないわけじゃないですか知らないし120万払えないと見れないやつなんでだから新規のお客さんにとってはし新しいんですよね だから、売れるっていうことは、いわ新規で僕が獲得してるっていう、その、その、毎回その、どれぐらい売れんのかっていうところもね、その、確認するんですけど、キャンペーンして。複数商品があって、それを、まあ、1、2年で、こう、数回でちょっとずつ回していくと、だいたいじゃあ、どれぐらい新規取れたのかなっていうのもデータ取れるし、あの、いいっすね。まあ、あと、腐らないからね、デジタルコンテンツは、本当に。だから、その、お寿司屋、お寿司屋さんとかね、 あのー、銀座のお寿司とか握った瞬間は5000円の価値があったとしても1週間後2週間後カビ吐いた寿司食えないですよねだから5000円もらってもカビ吐いた寿司食わないじゃないですかでも握った瞬間は5000円なんですよで今回そのお正月セールス第2弾のセールスレターにも書いたんですけども3秒で売る方法みたいなのもあるんですよ でそれが原型となったのがマーク・ジョイナーの「俺なら3秒で売れるね」っていう本の原型なんですね。でもかなり昔に僕勉強してまあめちゃくちゃ良かったんですけどでその本が今いくらになってるかっていうとあのプレミアついてまして9000円ぐらいなんですよ。で新品だと1万とか。アマゾンで中古で全部9000台8000台ぐらいなんですよ。 だめっちゃ高くなってて。でも、2007年だったかな出たんでしょ今、2022年なんであ、2023年なんで、まあ、10年以上前の本ですよね。10年以上前の情報が値段どんどん上がってるっていうね。よくわかんないですけど。腐らないですよね。10年前の寿司はまあまあ食えないですね。まあ、冷凍保存してたらわかんないですけど。だ本当ね、僕はあのー、コンテンツビジネスおすすめしますね。めちゃくちゃいいです。はい。いってらっしゃい。